港南飛行場付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成港南飛行場は、岡山県岡山市南区にある、岡山県が設置、管理する飛行場である、旧岡山空港。かつて、全日本空輸による東京への路線をはじめ、東亜国内航空による松山や宮崎への、 定期旅客路線が就航していた。しかし、1200メートルの滑走路では、YS-11 クラスの離着陸が限界で、Z 化が難しく位相力増強には限界があったほか、臨海部に存在する東空港の南東には、金鉱山や貝殻山が存在するという地形上の理由により、滑走路の延長もままならないことから、1988年に、 ジェット機の離発着に対応した岡山空港が、岡山市北病寺の丘陵地帯に建設された。岡山空港の開港後、定期旅客航路はそちらに移転し、貸切輸送、遊覧飛行、撮影及び宣伝飛行、自家用機に特化した飛行場として、中四国では有数の小型機の拠点となっており、極技飛行では、 ウイスキーパパ競技局技飛行チームとチームギオンの拠点となっている。このほか、岡山県警察航空隊、岡山市消防航空隊も、投飛行場を基地として使用している。従来、IATA コードは X であったが、現在は付与されていない。なお、2005年に放送された、テレビドラマ、花より、団子第一シリーズの最終回にて、ロケ地として使用された。 2004年まで共用されていた旧ターミナルビルの屋上展望デッキには岡山空港として開港した当初からエアラコマンダー500が展示されていたが新ターミナルに移設されることはなく撤去された。現ターミナルビルの3階は無料の展望施設になっている。ありがとうございます。